飯スープタンメンスタミナ丼肉野菜炒め何作ろうか迷う。クックドゥ香味ペースト。なんもないしこともないし噂の香味ペーストをチューッとやれば町中華のチャーハンきたーよいしょ。ドストレートな店のうまさ完コピ。これはレンゲが止まらない、止められない。ここにスープがあれば完璧。ネギ油と焦がしニンニク油でコクうんま。クックドゥ香味ペースト。こちらもイートウェルリブウェル。寒くなってきましたね。香味ペーストで簡単あったかメニューはいかが。クックドゥ香味ペースト。なんもにゃいこともにゃい。噂の香味ペーストをプチューっとやれば野菜炒め、いや炒め鍋か。卵もオンで窓オープン。見た目以上のパンチ力、このコク炒めた甲斐が汁にも出た。麺入りました。ネギ油と焦がしニンニク油でコクうんま。クックドゥ香味ペースト。こちらもイートウェルリブウェル。 It's delicious.